中国国家博物館前にあるカウントダウン時計台2008年北京オリンピックは2008年8月8日から8月24日までの17日間中華人民共和国の北京を主な会場として開催されたオリンピック競技大会。世界の204の国と地域から約1万1000人のアスリートが参加し全28競技302種目が行われた。 一般的に北京オリンピックと呼称され北京五輪と略称される。アジアで夏季オリンピックが開催されるのは1988年に韓国で開催されたソウル大会以来20年ぶり3回目で中国では初開催となった。社会主義国で夏季オリンピックが開催されるのも1980年のモスクワ大会以来である。 一部の競技は近郊及び沿岸部の都市で開催され、また馬術競技も香港で開催された。2001年7月13日にモスクワで開かれた第112次 IOC 総会で開催地を決める投票が行われ、立候補していたイスタンブール、大阪、パリ、トロントの4都市を破り、開催地に決定した。当初、 大会開催地には他にご都市も立候補していたが、いずれも一時選考で落選し、最終候補には残れなかった。1回目の投票では、どの都市も過半数に届かなかったため、最も票の少なかった大阪市が落選。続いて行われた2回目の投票で、圧倒的過半数を得た北京が、開催権を勝ち取った。1990年アジア競技大会の開催に、 成功していた北京は20世紀最後かつ2000年代最初のオリンピックであった2000年夏季オリンピックにも立候補し1993年に行われた投票で3回連続首位を得て最有力とされたが決戦投票でオーストラリアのシドニーにわずかに票差で敗れていたこれはアメリカ合衆国の人権団体ヒューマンライツウォッチの呼びかけが影響を与えたとされ 当時の中国世論の反米感情を刺激していた。開会式は2008年8月8日午後8時から開始された。これは中国において数字の8がお金持ちを意味するのと発音が同じであり演技の良い数とされているからである。開会式や2004年アテネオリンピックでの引き継ぎ式と同じく超芸房監督の演出で始まった。 2008年8月6日から24日、数字は、金メダル確定数、R は、予備、G は、エキシビションスケジュールは公式サイトから。競技名の日本語表記は、JOC 発表スケジュール表より。本来のオリンピックなどの大きな国際大会ならば、決勝は、午後に行われ、選手たちもそれに備えて、午前に準備をする。しかし、北京オリンピックでは、 競泳の全種目、体操の団体総合、個人総合の決勝が午前中に行われた。参加国一覧青イコール五輪初参加国緑、イコール参加国メダル数、123二25個1金メダル、男子4個、女子5個2銀メダル、男子6個、女子2個三銅メダル、男子3個、女子5個競技会場の地図以下の会場で実施された。 うち北京市内に37会場が設置され、そのうち新設は22会場である。全体の44%の施設が市北部に建設されるオリンピック公園に集中する。馬術競技は香港で実施された。これは権益が大陸本土よりはるかに容易であるためである。オリンピックの一部競技が異なる。国内オリンピック委員会の領域で実施されたのは、 1956年のメルボルン大会以来52年ぶりでこの時も権益の問題から馬術競技がストックホルムで実施された北京国家体育場北京国家水泳センター数字北京大会北京オリンピックでは夏季の北京以外の都市で一部の競技が開催された2022年北京オリンピックの開催が決定した時点で北京国家体育場 北京国家水泳センター、北京国家体育館は、開会式会場や、競技施設として利用することが決定している。なお、他のオリンピック開催都市同様、2018年現在、一部施設は、使用されないまま放置同然となったものもある。福愛今大会のマスコットとして、福、愛がいる。この福愛は、幸福をもたらす5人の同時という設定。 北京五輪大会組織委員会は、大会のスローガンとして、ワンワールド、ワンドリームを選んだ。なお、中国国内向けスローガンとして、芸説億会、公文明上がある。しかし、国や自治体が推進したキャンペーンであり、五輪大会スローガンではない。2003年8月3日夜、北京の天壇記念殿で正式発表された。隆起出席は、 中国の書道、印象などの芸術とスポーツを結びつけたもので、勝利に向かって走る選手をデザインした。と説明した。赤を背景に白いラインのフォルムは、開催地、北京の、K という字を思わせ、ゴールに向かう選手のようでもあり、歌いながら踊る人のようにも見えるとも言われた。北京オリンピックの開催費用は、400億ドルという、当時としては、 近代オリンピック史上最高額だった。開催決定後はこれを批判し、参加ボイコットを主張する動きもあった。ハリウッドでは、アメリカの俳優のリチャード・ギアは、新作映画の記者会見で、北京五輪のボイコットを訴え、ダルフール紛争での中国政府の対応に不満を持ったスティーブン・スピルバーグや、クインシー・ジョーンズらは、北京五輪の芸術顧問を辞任した。 ナチスドイツの1936年ベルリンオリンピックなどで有名な世界首都ゲルマニアを設計したアルベルト・シュペアの長男で有名な建築家のアルベルト・シュペア・ジュニアが北京五輪のマスタープラン設計者に選定された際にゲルマニアの都市計画との類似性から中国政府とシュペアはドイツ国内外で批判を浴びた IOC のジャック・ロゲ会長は 大会最終日の記者会見で大会運営そのものについては中国に謝意を示したものの大会期間中取材を行った各国メディアに対する報道規制の解除が不十分であったこと中国政府が場所を指定してデモ活動を許可するとしていながらデモが一件も許可されなかったことを挙げ疑問を呈した約10億元の黒字となり少なくとも数字上では 成功を収めた大会となった。大気予選や食品の安全性への懸念からか合宿地として主に欧米勢を中心に約25カ国が日本での最終調整を決定した。大気予選については国際オリンピック委員会の維持委員長が選手や北京を訪れる人たちの健康に深刻な問題を引き起こすことはないと報告している。 IOC は1時間ごとに大気のデータを測定していたが、現時点では全ての項目で風の基準値を下回っていると説明した。また、中国の人民網は一部の出場選手は確かに環境に敏感。北京の空気は綺麗だと思う。今は毎日とても綺麗な青空が見られるなど、欧米から来た五輪メディア運営ボランティアが、 大気汚染問題を否定する発言を紹介した。ありがとうございます。